はい、どうも吉谷です。今回ですね、塾生さんから結果報告いただきましたのでシェアしていきたいと思います。お疲れ様です。 YouTube のチャンネル登録者数が80名になりました。コツコツ続けますという、報告いただきました。で、YouTube チャンネルなんですけど、レイナさんですね、チャンネル登録者数が80になりました。すいません、ふさがか感じになってないですけど、これが、83人ですね、今チャンネル登録者数で。まあ、動画の方をですね、コツコツ頑張ってますね、こんな感じで。はい、多分まあこのフサレイナで、検索していただければ出ると思いますので、もしよかったらまあチャンネル登録してみてはいかがでしょうか。まあ、もうね、もうちゃんとすごくコツコツ頑張ってますね。はい、まあ、実際にですね、まあ、これは顔出せる顔出せない別として、まあ、僕はもう YouTube 無料で使える SNS の中で YouTube は最強だと思ってます。なんで顔出しできない、顔を出せる、まあ、関係なく YouTube はできるんだったらやってほしいというところですね。できるんだったら、まあ、別にドリームアカデミーはいろんな、ものを載せているので別に YouTube やらなくてもいいんですけれども、まあ、何が一番儲かるんですかみたいなよくあるんですけど、儲けるために何が必要かって、一番稼ぐために何が必要ですかと。これね、もう単純でアクセスかける信頼かけるセールス売上、まあ、こんな感じなんですよ。アクセス信頼でセールス売上、要はこのアクセスも拾えるし信頼も獲得できるしセールスもできるのが YouTube なんですね。申し上げますね、アクセスも持ってこれるし信頼も構築できるしセールスもできるんで、もうぶっちゃけ YouTube 一本でいけるんですよ。アクセスもと取れるし信頼も構築できるしセールスもできるし、だから YouTube 一本で売上作れるんですよ。で、今僕 LINE アットやってますけれども、 LINE アット もうほぼ YouTube をシェアしてるだけなんで、別に LINE アットやんなくても YouTube だけでもほぼいけんじゃないかな。もうメルマガ僕やってないんで、ね、メルマガもうずっとやってきました。もう相当やってきましたけど、今年の1月31日で やめました。で、その僕が最後、まあ、ドリアカの中にもありますけれども、ドリームアカデミアでその確か勉強会で、この勉強会のこの1月、2018年ですね、2018年1月コピーの稼ぎ書き100万稼ぐコピーの書き方、ここに僕が最後こう PPS で最後その長年やってたそのメルマガですね、拝観したっていう。で、今日で拝観最後のメールっていうことで、まあ、これ1月末で僕ね拝観したんですよ、メルマガ。まあ、これ最後メールブワーって書きましたけど、最後のメールだったんで、まあ、こんな感じでブワーって書いてあります。はい、これが僕最後のもうメルマガです。はい、最後のメルマガがこれですね。一応その最後のメルマガ原稿でサンプルでここのドリアカの方に記載してますけれども、1月末で、今年の1月末でメルマガはもう拝観してます。はい、メルマガやってないですね。はい、なんでメルマガやらなくてもいけるのかっていうと、もう YouTube 一本で十分だなっていう。まあ、あとはその LINE アットやってる理由は、今もちょい来てるんですけど、やっぱその商品を納品した時にメールが届きませんとか、そういうのに使ったりとか、お客さんとのお問い合わせのやり取りに使ったりとか、そういうのに使ってるところがあって、まあ、プラス全体配信がちょっとできるよぐらいで、うん、まあ、そんな感じです。だから LINE アット別になくてもいいですけども、ただメールが届かないっていうね、商品送った時にメール届かないっていう人が絶対たまにいてるんで、そうすると LINE しかないんですよ。で、LINE だと絶対届くじゃないですか。で、迷惑フォルダーという概念がないので絶対届くんで、まあ、それで LINE アットはちょっと残してますけど、ぶっちゃけ LINE アットなくても僕もう今いけますね、 YouTube 一本で。はい、まあ、そんな感じです。なのでだからまあ YouTube に関してはね、できるできないは置いといてやった方がいいよってところですね。なぜならばアクセスも持ってこれるし、 YouTube で信頼も築けるし、セールスもできるし、だから売り上げ作れますよってことですね。だから一番稼ぐために何かっていうと、アクセス、信頼、セールス、売り上げです。もうこれですね。特に僕が教えてるコンテンツマーケティング、コンテンツ販売に関してはこれしかないですから。あとここに関してセールスの部分を、これを
セールスの部分を自分の商品&アフリエイトですね、まあこれになってくるだけなんで、自分で商品作れない場合はアフリエイトですよね、うん、まあ、これで売り上げ立つんですよ。でアクセスが来ます、そのアクセス お客さんと信頼ができます、じゃあ信頼ができた上でセールスできます、アフリエイトの案内できます、売り上げ立ちますよねって話で、まあ、これなんですよ。だからこれができるのは YouTube ですから、まあ、ぜひ使った方がいいんじゃないかなと思います。僕は使い続けます。これが無料でできるっていうのはもう神かなと思ってますね。神じゃん。これを無料でね、いくらアップしてももう無料なんで、ランニングコストゼロですよ。ランニングコストゼロ、すごくないですかと僕は思うんですけれども、思わない人もいてると思いますけれども、僕は思います。すごいなと。で、僕の今のビジネスの柱っていうのは YouTube がなかったら成り立たないんで、 YouTube ありがとうって感じですね、はい、まあそんな感じです。はい、ということで、今回ですね、登録者数80名になったと、レイナさんから、報告いただきました。もしよかったらね、フサレイナで検索すると出てくると思いますので、見てみてはいかがでしょうか。同じ塾生さんがどんなその情報発信してるのかっていう。で、フサレイナさんはですね、別にそのお金を稼ぐっていう、ものを発信してるわけじゃないんですね。なんか情報ビジネスイコールなんかお金儲け系の情報を流さないといけないんじゃないかって勘違いしてる人がいるんですよ。もう一度言いますね。なんか情報ビジネスイコール情報ビジネスイコールお金儲けの情報を流さないといけないみたいなって勘違いしてるんですよ。勘違い、これは間違いですから。で、なんで間違いなのか、これがなぜ間違いなのかっていうと、そんなのはアマゾン見れば分かりますよね。アマゾン行きましょうか。アマゾン行けば分かりますよね。アマゾンって、じゃあアマゾンの情報コンテンツって、アマゾンの、まあ、この 本も全て情報ですよ。本も情報ですよね。例えば生き方とか、あ、いっぱいあるじゃないですか。これも全部あの情報コンテンツですよ。あとはなんだ、片付け方とかもありますね。片付け方とか、はい、時間、送付紙の片付け方とか、これ売られてません？ベストセラーになってます。整理整頓、100万部売れてますよ。これ100万部売れてますよ。学校で教えてくれない大切なのは整理整頓、100万部売れてますよ。わかります？だから情報コンテンツっていうのは別に何でもいいんですよ。何でも。だからこれはじゃあなんで売れるのかっていうと、まあもちろん誰が書いてるのかっていうところもあるかもしれないですけども、あの要はニーズがあるわけですよね。いや、片付けられない人も世の中にいるわけじゃないですか。じゃあそれに対してこの情報コンテンツ、ね、が求められるっていう、ただそれだけの話なんで、別に何でもいいんですよ。ね、情報コンテンツっていうのは、これじゃあこれお金儲かりますかっていう情報っすかみたいな。お金儲かりますか。例えばじゃあ Windows の使い方とか、はい、Windows の使い方、はい、これお金儲かりますかって本じゃないですか。お金これ儲かりますかっていう、お金稼げますって、簡単にコピペで稼げますっていう本じゃないですよね。これでも売られてません。ずっと Windows 10が出たらこれ売られるし、 Windows 11が出たら絶対出るし、 Windows 12が出たら絶対出るだろうしね、これ売られてるわけですから。だからまあ情報コンテンツっては何でもいいんですよ。だからニーズがあるのかないのかだけです。ニーズがあるから売られてるだけですよね。だから Amazon のジャンル見れば、まあ、本のジャンル見れば、あ、こんなのも情報コンテンツになるんだ、あ、こんなのも売ってるんだと。でね、出版会社、これよく考えてほしいんですけど、じゃあ出版会社が本出すときに全く売れない本出します？もう一度言いますね。出版会社が全く売れない本を出しますか？おそらく出さないですよね。何かしら意図があって出してますよね。もちろんそう、自費出版で600万とか700万その人が出したいですっつって出版会社に払って出してるやつは別に売れなくてもどうでもいいと思うんですけど、出版会社が企画して売ってるものに関しては売ろうとしてますよね。じゃあ売ろうとした時に何してますか？会社で企画会議してますよね。この本は大丈夫かみたいな、この企画コンセプト売れるのかっていうところで企画して出してるわけじゃないですか。この iPad の超活用術に関しても売れ、なんかトレンドに乗ってるからこれ出せば売れそうだねっていうところでこの本出してるわけですよね。これじゃあ全く売れないように出しますかって話じゃないですか。ね、もうプロの人たちが企画会議してるわけじゃないですか、本を出してる人たちが。だからあのこれをなんかいろんなあの情報コンテンツっていうのはいろいろそのなんだ、その ここにフォーカスする必要はないってことですね。でもし、まあ、情報ビジネスイコールお金儲けの情報商材
情報商材イコールお金、お金儲けしかダメみたいな、詐欺みたいな、それはね見てないだけです。これも僕からすると情報商材ですからね、情報教材ですよね。この本の中に何が入ってるんですかって言ったら情報じゃないですか。この本の中に何が入ってるんですか、 Windows 8のやり方っていう情報が入ってるんですよね。わかります。なんか情報商材は詐欺だみたいに言われてますけど、なんかこれも情報商材、情報が、ね、教材じゃないですかなんかねここがねちょっとねちょっと勘違いされやすいところなんですけれども、だからまあここを勘違いしないで、まあ、何でも情報には価値があるよっていうところを分かってほしいし、じゃあその価値って何なのかっていう、まあ、価値っていうのはニーズがあるかどうかです、ね、その人が欲しいと思えば価値があるんですよ。例えばじゃあ例えばですよ、まあ、よく言うんですけど、まあ、これブリキのおもちゃ、例えばブリキのおもちゃでじゃあこれ、じゃあこれ30万しますっていう、でもこれブリキのおもちゃ30万します、じゃブリキのおもちゃに興味ない人はこれ30万払わないですよね。でもこれがすげえプレミアでブリキのおもちゃに興味ある人は30万払うじゃないですか。だからニーズがあれば価値が出るんですよ。申し出ますね、ニーズがあれば価値が出るんです。わかります。でもこれ興味ない人はここに30万とか100万払わないですよね。だからこれとかプレミアでいくらなんだ、これいくらですかね、大阪のこれいくらだ、あ、4万8000円高えな、はい、大阪のブリキこれいくらだ、まあでもこれなんか買い取りで1万、スターウォーズとか1万、鉄人に4万8000円で買い取りですね。4万8000円で買い取りっていうことは、4万8000円で買い取りっていうことは出るのがいくらだ、まあ6万、7万出るのかな。買い取り商品じゃん、買い取り初めて、買い取り商品、これで売ってる商品こうないのかな、これ買い取りかな、ドラゴンボール買い取り価格、あ、これ2500円だ、7500円、あ、いっぱいありますね。だこういうのも結局その興味があるから価格が上がるんですよね、ニーズがあるから。わかります。なんかその自分で価値っていうのを決めないでほしいかなって。だって実際にいるじゃないですか、これに50万とか100万払う人がいるわけですよね。そうそうそう。でもブリキのおもちゃに興味なかったら100万払います。じゃあこれに仮面ライダーめちゃめちゃ好きな人でブリキも好きだったらこれに100万払う可能性もあるわけじゃないですかね。まあ、僕ブリキねちょっと興味ないしちょっと分かんないんであれですけど、どれが価値があるのかちょっと分かんないですけども、コレクターさんの中ではね、まあ、そうそうそう、こういう人もいるわけじゃないですか、コレクターさんが。だからこの人たちにとっては価値があるわけですよ、ブリキのおもちゃって。でもブリキに興味ない人は払わないですよね。だそこなんですよ。だから価値っていうのは自分で決めるなってことですね。価値は自分で決めるな、ニーズがあればそこに価値はあると。ニーズのその市場をね、ニーズを見つければいくらでも価値は作れるっていうところですね。はい、ということで、ちょっとお話もさせていただきましたけれども、これで、動画の方は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。